デイビッドソン軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14万9331人であり、2000年の14万7246人から1.4%増加した。軍庁所在地はレキシントン市であり、同軍で人口最大の都市はトマスビル市である。 デイビッドソン軍は1822年にローアン軍から分離して設立された。軍名はアメリカ独立戦争の将軍であり、1781年にカトーバ川沿いで起きた港ンツフォードの戦いで戦死したウィリアムリー・デイビッドソンにちなんで名付けられた。1911年、ハイポイントを軍庁所在地にピードモント軍と呼ぶ新しい軍が提案された。領域は ギルフォード軍、デイビッドソン軍、ランドルフ軍のそれぞれ一部を合わせて作る予定だった。ギルフォード軍庁舎に多くの人々が集まって、この計画に反対し、抗議のために衆議会に行くことを申し合わせた。衆議会は1911年2月に、この計画を否決した。レキシントン氏にあるデイビッドソン軍庁舎レキシントン氏に、あるデイビッドソン軍政府、デビッドソン軍は、 1995年から2003年まで、軍保安官を務めたジェラルド・ヒージが憲法に違反する囚人の待遇をした時に、全国の注目を集めた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は567平方マイルであり、このうち陸地552平方マイル、水域は15平方マイルで、水域率は2.58%である。 デイビッドソン軍は州の中央ピードモント大地に入っている。ピードモント大地は穏やかにうねる田園部であり、マニカワや小川で作られる丘陵や浅い谷が多い。その例外はユーアリー産地であり、軍の西部から南西部にある。この産地は北アメリカでも最古のものであり、かつては標高が2万フィート近くあった。 しかし長い間に小高い丘陵に過ぎなくなってきた。周りが比較的平らなので、250ないし500フィートは立ち上がっている。ユーアリー山地の最高地点は、軍内でも最高地点であり、軍南西隅にあるハイロック山である。標高は1119フィートである。デイビッドソン軍は17の軍区に分割されている。アボッツクリーク、アリゲーニー、アーカディア、ブーン。 コンラッドヒル、コットングローブ、エモンズ、ハンプトン、ヒーリングスプリング、ジャクソンヒル、レキシントン、ミッドウェイ、リーディクリーク、シルバーヒル、トマスビル、タイロー、ヤドキンカレッジの各軍区である。軍の一部はヤドキンバレーワイン生産地域に入っている。デイビッドソンのアーツユナイテッド以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。デビッドソンの自治体と 軍区レキシントン市にあるデイビッドソン、軍級庁舎軍内の最も有名な呼び物は、毎年開催される、レキシントンバーベキュー祭である。レキシントン市で10月に開かれ、アメリカ合衆国南東部中から10、マヒトを超える観光客を集めている。また9月には、デイビッドソン軍農業祭も開催される。トマスビルでは、州内で最も長く続く。 エブリバディズデー祭りが毎年開催される。南東部級戦線最終決は毎年、デントンファームパークで開催される。軍内には、昔から、ある観光地も多い。歴ントン市の歴史的アップタウンには、旧軍庁舎に、デイビッドソン軍歴史博物館があり、またブーンズ警部公園は、ダニエル・ブーンがインディアンから隠れたとされる伝説がある。その他、デントンファームパーク、 ミセス・ヘインズ・モラビアン・クッキー・ファクトリー、ウォルター・ジョンソン・キャンプと会議場、ノースカロライナ・ベトナム戦争体駅兵記念日がある。トマス・ビルにビッグチェアもある。レキシントン・バーベキュー祭のピックス・オン・パレード、レキシントン市で毎年夏に開催される芸術祭、ピックス・イン・ザ・シティには数万人の監修を集めている。2005年、 デイビッドソン軍コミュニティカレッジとトマスビル氏が共同でトマスビル職人センターを作った。そのスタジオではカレッジが芸術巡学史を再活性化させ、絵画や彫刻の分野で大学移行プログラムや成人地域交流クラスを開催している。このセンターはカレッジのトマスビル教育センター複合施設の一部であり、カレッジの地域社会活動の一翼を担っている。 デイビッドソン軍コミュニティカレッジは、デイビー軍のモックスビルに第2のキャンパスがあり、また、レキシントンシアップタウン教育センターも維持している。これは、デイビッドソン軍芸術センターや歴史ある軍庁舎から数ブロックの距離にある。ノースカロライナ州に2つあるバーベキューのスタイルの一つが、レキシントン発祥のものであり、毎年レキシントンバーベキュー祭を開催している。それゆえに、 多くのレキシントンスタイルのバーベキューレストランが群内にある。例えば、レキシントン BBQ、BBQ センター、ジミーズ、ビットリーズ BBQ レストラン、スモーキー・ジョーズ、バックカントリー、スピーディーズ、スマイリーズ、ター・ヒールキュー・ Q ステミーズ、カーリーズ、ウェルカム BBQ、クックスなどである。群内には自動車レースのファンが多く、 また元ドライバーで現在は自分のチームを持っているリチャード・チルドレスがいる。チルドレスが所有するワイン醸造所やリチャード・チルドレス、レーシング博物館と店舗もある。巨大な大きさのビッグチェアもある。この椅子はトマス・ビル氏の中心にあり、世界に知られた家具製造業のシンボルになっている。ハイロック湖ハイロック湖は URE 湖群の最北にあり、ノースカロライナ州では ノーマン湖に次いで2番目に大きな湖である。面積は15,180エーカー、湖岸町は365マイル、ある。ヤドキン川とサウスヤドキン川が集まる地点に、始まっている。1994年、1995年、1997年、2007年には、バスマスタークラシックを開催してきたほか、釣りの競技会が多く開催されている。 この湖のアボッツクリーク部分の北に、レキシントン氏がある。デイビッドソン郡の公共教育は、デイビッドソン郡教育学区が管轄している。ただしトマス・ビル氏とレキシントン氏は独自の教育学区がある。デイビッドソン郡教育学区は、軍内最大級の雇用種でもある。軍内には、デイビッドソン郡コミュニティカレッジがあり、ノースカロライナ州、 コミュニティカレッジシステムに属する総合カレッジである。1958年に工業教育センターとして認可され、農業から製造業に移行する経済にあって、必要とされる教育訓練を成人に対して行うことが意図されていた。1965年にデイビッドソン軍コミュニティカレッジとして再度認定された。それまでの応用科学準学士、卒業資格、 認定プログラムに芸術純学士と科学純学士が加えられた。1996年には大学移行コースが追加された。1997年包括的アーティキュレーション協定に参加し、カレッジの学生がノースカロライナ大学システムの16校、また独立系カレッジや大学に容易に移行できるようにした。現在のデイビッドソンキャンパスは広さが 約97エーカーあり、11の建物と2つの救急対応訓練施設がある。ありがとうございます。